どうも。カーチューンミンから、ネーサガーっていうハンドルネームでやらせてもらってます。一応、70保存会、代表取締役をやらせてもらってます。あと、ZTA、関西支部、にも入ってます。愛車は、ZRR70、ボクシーのジーズですね。で、多分なかなか、70のジーズを見ることないと思うんですけども、80のジーズ GR は結構走ってるんですけど、70のジーズっていうのは結構もう希少で、ノアとボクシーあるんですけど、そのボクシーの方ですね。で、前から、なんか取り柄になるもの。一応、ゴムの、ちっちゃいリップがつけてあるのと、ちょっと車高下げてあるんで、バンパーものためにつけてあるのと、あとは、オネストさんのナンバーフレームですね、つけさせてもらってるのと、ちょっとワンポイントで、モンスターエナジーのプルタブとかつけてるんですけど、で、本はノーマルで、耐熱の赤に塗ってます。ちょっとおしゃれな、ラッパみたいな感じでいいかなと思いまして。で、ここにグリルのとこに赤いラインを入れてあるんですけど、そのままやと黒いままやったんで、ちょっとアクセントになればいいかなっていう感じで、貼ってます。あとは、一応、スモールとウインカー、ヘッドライトの下に入ってるんで、本当やったらここにウインカー、スモールついてるんですけど、もうここ白に塗りつぶしてしまって、ちょっとアイラインみたいな感じで、やらせてもらってます。で、とは、ジーズ専用バンパー、ジーズ専用グリルですね。ちょっとボグシーっていうと前、つるっとしてて、ちょっと、のっぺらぼうな感じな気もするんですけど、これはジーズ専用グリルついてるんで、ちょっと、いかつい感じには仕上がってるかなって感じですね。で、横は、ホイールは、レイズの、ホムラ 2x7 の、今廃盤のカラーのブラックとポリッシュのバージョンですね。で、19インチですね。で、セールスポイントで言うと、レイズなんですけど、ワークのホイールナット、入れてみたり、ブレーキが、20Rのブレーキが入ってるんですけど、一応、キャリパーブラケットは純正で、ディクセルの、ダスト低減のブレーキパッド入れてるのと、あとドリドスリットローター、入れてます。で、ノーマルのボクシーのサイズより2センチぐらい、前傾が上がってるんで、結構しっかり。で、ドリドスリットも入ってるんで、後々見せるんですけど、ちょっとチューンしてるんで、止まらなかったんで、怖かったんで、ちょっと前だけアルファードのブレーキ入れさせてもらってます。で、車高調はブリッツの ZZR ですね。で、フロントは何も触ってないんですけど、リアだけちょっと、ラルグスさんの、スーパーダウンキットを、スプリング変えてあるんで、5キロから12キロに変更しています。で、後ろはブレーキはノーマルなんですけど、キャリパーだけ塗装してます。で、一応、ミラーカバーとかを、純正の黒のものに変えて、で、ウインカーレンズを、ブライト X さんのウインカーで、ユニットに変えてます。で、フロントガラス横だけ、ウルトラビジョンライト、貼らせてもらってるんですけど、そんなに濃い感じでもないんですけど、結構、曇りの日とかやと真っ青になるんで、結構綺麗な感じで。で、紫外線もカットしてくれてるんで、中も涼しくなればなーっていう感じで、おしゃれな感じで入れさせてもらってます。で、ちょっとちっちゃいフィンをつけてみたりだとか、で、ドアノブのちょっとカーボン調のカバーをつけてみたりとかさせてもらってます。で、後ろは15%ぐらいのフィルムを、横貼らせてもらってます。で、給油口なんですけど、結構、マムロちゃんが好きで、アムロちゃんのカッティングステッカーを貼らさせてもらってます。で、
既存のサイズだとちょっとちっちゃかったんで、大きくしてもらって、あのボクシーの給油口にぴったり合うぐらいのサイズに、作らせてもらって、一応安室ちゃんのサインのステッカー風のやつを貼らせてもらってるとかで、ちょっとこじゃれた感じで、ちょっと漏れてるような感じのステッカーを貼らさせてもらったりとかさせてもらっています。で、あとこちらの方ですね、空力パーツでリアのアンダー付けさせてもらって、アンダーカナードですね、付けさせてもらっています。で、後ろなんですけど、これはテールランプですね、付けさせてもらってます。720発ぐらいの LED が入ってるものですね。アンレーブさんのテールになるんですけど、まあ一応、普通に光るモードとスイッチで流星モードを選べまして、流れるようにもできるんで、イベントとかオフ会の時は流して遊んだりとか、やってみています。で、一応、リフレクターも、光るように変えてるのと、あとマフラーの方ですね、はワンオフ、Kスペックさんのワンオフで、70Gs 用のバンパーに合わせて作らさせてもらってます。一応、リアピースのみなんですけど、結構いい音出てるんで、また後で聞いてもらったらなと思います。で、後ろも、何が違うかというと、Gs は Gs の専用バンパーついてまして、まあ、そこは特に何も変わらないんですけど、で、後ろだけちょっとエンブレムを 80Gs のエンブレムに変えてて、で、こちらも塗り分けで、ガーニッシュとリアスポイラーは202の黒のガーニッシュ付けさせてもらってます。で、遊び心で、ワイパーのとこにホイールつけて、で、ローで回して、たまに動くように回してるんですけど、で、あと、カタカナのトヨタエンブレムに変えてみたりだとか、で、純正が穴後ろ開いてるんで、スムージングしてもらって穴埋めてもらって、その上からちょっと土台作ってもらって、その上にホワイトカーボンラッピングして、その上からカタカナのエンブレム貼ってます。で、後ろも同様にオネストさんのナンバーフレームですね、入れさせてもらってるのと、で、ハイマウントはギャラックスのスモール連動型のハイマウントユニットですね、変えさせてもらってます。一応夜も光るようにスモールとブレーキで弱く光ったり強く光ったりするようになってます。外見はまあちょっとここら辺に大きく ZTA さんのステッカー貼らさせてもらってるんですけど、去年夏ぐらいに入りまして、すごい5000数人の会員数がいまして、まあ、全オフを開けば、去年関西でだいたい150、60台集まってたんで、すごい楽しい。まあ、70、80、ノアボクシー、エスクワイアしか入れへんチームなんですけど、で、活動をさせてもらってます。で、僕が作らさせてもらってる70保存会ですね、のステッカーも後ろに貼ってます。今、最新バージョン、ちょっと関西総本部っていう文字入ってるんですけど、まだちょっと僕貼ってないんですけど、一応僕がちょっと所属してるチームと代表をやらせてもらってるチームのステッカーとか貼らさせてもらってます。で、あとは細かく趣味で好きなステッカーを貼ってみたりだとか、ちょっとステッカーいっぱい貼ってあって派手派手なんですけど、はい、で、右側の窓にも同じように好きなステッカーを引き出に貼ってみて感じですね。で、まあ、外見はそんなもんなんですけど、ちょっと見てほしいのが、中身が結構、今まで僕乗ってた車外見ばっかりしか触ってなかったんですけど、今回からちょっと中に結構手入れてまして、一応ボンネットダンパーもつけてあって、で、右から言うとゼロ線のエアクリですね、ゼロ線チャンバーつけさせてもらっているのと、あとスロットルの間にスロットルスペーサーつけさせてもらっているのと、あとバッテリーはカオス、パナソニックのカオスですね。で、ゼロ線チャンバーつけてるとどうしても吸気温度が上がってしまうんで、一応フレッシュエアを前から吸うように
ちょっとあのバッテリーの上にダクトをつけさせてもらってます。で、まあ、見てすぐ分かるようにアーシングを、至るところにちょっとさせてもらったりだとか、で、このバッテリーの周りに、ついてるのなんですけども、ピューマの、C-MAX っていうものがついてまして、6個ついてるんですけども、中コンデンサーになってまして、美味しいタイミングで電気貯めたりとか、放出したりして、結構レスポンス上がったりだとか、いいことばっかり、メーカーさんも書いてはるんで、で、まあ、諸先輩方も結構、5、6個つけてはったんで、僕2個からつけ始めたんですけど、もう中毒になってしまって、2個、4個、6個っていう感じで、2個ずつ増やして、今6個つけさせてもらってます。で、あとは、そうですね。まあ、ボンネットの裏にちょっと音、結構閉めるときにバーンってもっさい音するんで、ちょっと精神剤みたいな入れてみたりだとか、感じですね。で、一応純正ではないですけど、TM ワークスさんのダイレクトハーネスって言いまして、どうしても純正やと配線抵抗があって、きっちり 12V の電源を送れないんで、それは抜直の電源が入ってまして、それで 12V に近づけてと、より強い電力で火花を通すっていうものになってますね。で、ちょっと見にくいんですけども、ギャラックスさんの SDI の、サブコンですねも入れてます。ヘアフロにつけてるタイプですね。で、それもやっぱりどうしても失火気味とかレスポンス悪くなるんで、それで補ってるサブコンになってるんですけども、で、まあ、中はスパークプラグの方がちょっとダメになったんで、 NGK さんのプレミアム RX とか入れたり、ちょっと中今回エンジンとかも手入れてみて、で、ちょっと諸先輩にスーパージャージャーとか入れてる人いるんで、そんな人に聞いたりだとか、いろんな人に、今までエンジン全然触ったことなかったんで、まあ、いろんな人に聞きながら知恵を、みんな出してやって、このエンジンルームを一回作ってみました。で、やっぱりこれだけすると結構レスポンス上がったり速くなってすごい楽しいので、まあ、作ってよかったなと思ってます。で、ちょっと見にくいんですけども、奥側に、タワーバーですね。下の方にちょっと赤いの、田辺さんのタワーバーを入れてるんですけど、まあ、そういったボディ補強とかも入れてます。あとはそうですね、車内なんですけども、一応車内はそんなに触ってないんですけど、ジーズで専用のシートだったりフロアマットだったり、パネルがピアノブラックのパネルがついてたりだとか、まあ、ジーズの美味しいところついてますね。で、ハンドルが赤スティッチだったり、そういった細かいところも結構純正でなってるので、結構お買い得かなっていう感じですね。で、A ピラーの方がちょっと黒に塗ってあるんですけども、で、白のライン入ってまして、まあ、ちょっとおしゃれな、外から見ると結構引き締まって、A ピラーが引き締まって見えるんで、すごいおすすめなカスタム店かなと思います。あとちょっと一番注目してもらいたいのは、今日取り付けたばかりの J オートショーさんのモニターキャンペーンで当たりました、ミラーカムプロ、ネオ東京さんの商品なんですけども、すごいさっきちょっと試運転してみたんですけど、綺麗に後ろ結構スモーク張ってるんですけど、リアカメラもすごい綺麗に映ってまして、前もしっかり撮れてまして、車内もカメラついてるんで、で、駐車感知もついてるんで、すごい僕はずっと欲しいなと思ってて、今回当たって取り付け容量とかも動画撮ってもらったんで、またぜひ見てください。あと後ろなんですけども、センターに、フロアバーですね入れてるのと、後ろもジーズ専用マットなんで、真ん中にジーズのエンブレムがあったりだとか、でシートも専用のちょっとゼブラ柄の赤みたいなシートがついてまして、で、上の方にもちょっとワンオフでバーが、フロア
バー、入れてあるんですけども、こちらはワンオフで、あのナインマークスさんで作っていただいてます。で、結構、前の方なんですけども、ドアのキャッチのとこに TRD のドアスタビも入れたりとかしてるんで、ボディ剛性はすっごい上がってて、もともと乗った時ふにゃふにゃやったんですけども、一応 G2 はボディにスポット溶接とか増やしてあるんですけども、それだけじゃやっぱふにボディがふにゃふにゃで、ちょっと乗っててふにゃふにゃしつく怖かったんで、で補強を入れることによって、今までまあふにゃふにゃなったのが、なんか歯食いしばって乗ってるような感じで、すっごいカチッとした乗り味で、で足もちょっと固めてあるんで、結構もう曲がりもすごいスムーズで、普通のミニワンでは曲がれへんコーナーとか結構勢いでギュンって曲がったりできるんで、すごいおすすめなカスタム店ですね。で後ろなんですけども、後ろにもバー入ってまして、リアピラーバー、ラルグスさんのですね、付けさせてもらってます。でまあ細かいとこなんですけども、ドアの、当たりゴムのところにワッシャー挟んだりだとか、こういったことで締め付けもだいぶ固く締まるようになってて、ドアのボディ補強とかにつながってるんで、結構硬い乗り足で乗れてますですね。でここにブリッツさんの減衰の調整が見えてるんですけども、穴開けて本当はつけないとダメなんですけど、まあ邪魔くさいんでカバー外したもので、見えてる方がかっこいいかなと思って外したまま乗らさせてもらってます。で先ほど紹介させてもらったリアカメラがここについてます。で結構濃いフィルム貼ってても綺麗に映ってたんでいいかなと、ちょっと真ん中にステッカーいっぱい貼ってるんで、それを頑張って避けながら貼ったんですけども、剥がした方が本当は綺麗に撮れるとは思います。こんな感じですね。あとはまあまあ外装はちょっとチャラスポーティーって感じで、まあ、ジーズの形を壊さないように触ってるつもりなんで、まあ、もう外装はあんまり触らないかなって感じで、まあまあ中をまたこれから極めていって、もっと早くより曲がりやすく、よう止まるように、して走る止まる曲がる車の楽しさを、作っていきたいなと思いま す, です、ね。次はライト紹介、ライト類紹介していきます。ヘッドライトの下に、ベレーノさんのシーケンシャルウィンカー、ポジションが白くなるものを、つけてます。一回つけてみます。すごい白は綺麗に光るんで、流すとこんな感じですね。ウインカーはでちょっと IC ウインカーリレーで流れを遅くしてます。でアンバーの色もすごい綺麗に出てるんで、まあ、ちょっとお値段は高いですけど、すごいお買い得かな、クオリティにしてはお買い得かなって感じですね。まあ、ちょっと安いのだとちょっと流れがカクカクカクってなったり、発光色がいまいちだったりするんで、すごい気に入ってます。フォグランプもベレーノさんの世界一明るいと言われる、フォグランプですね、白のバージョンをつけてます。すごい眩しすぎて、多分写真とか写すのも大変なぐらいなんで、まあ、日頃は消して撮影したりしてます。あとはヘッドライトなんですけども、純正が35ワットなんですけど、 HID 屋さんの、55ワットの
ハイワットのバラスト入れて、電球も変えてあります。まあ、ちょっとフォグが明るすぎてヘッドライト暗く思うんですけども、十分純正よりかは明るくなってます。で、オンにすると、ジーズ純正のデイライトが光るようになってるん でヘッドライトとか消したら結構綺麗な感じで光ってます。結構明るいです、これだけでも。で、一応ハイビームも、LED 変えてまして、ピカキューさんの LED モンスターですね、入れてます。こちらもフォグと同様にヘッドライトより明るいです。まあ、すごい迷惑なぐらい明るいです。すごい気に入ってます。で、次後ろの方なんですけど、とスモールだとこんな感じですね。で、ナンバーとはバレンティさんのナンバーと入れてまして、でハイマウントギャラックスさんの、スモールと連動するユニットを入れてまして、でリフレクターも、スモールで光るようにしてます。でテールランプもすごい明るくて綺麗に光ってます。で、一応流星キット組んでるんで、一回ちょっと流してみたいと思います。こんな感じで、流星キットウインカーとテールランプ入れてるんで、オフ会とかイベントの時は夜とかはこうやって光らして止めてたりするんで、まだ見かけたら声かけてもらったりしたら嬉しいです。結構目立つ、肉眼で見るとすごい目つぶしなぐらい眩しいです。で、ちょっとリレーが古いリレーついてるみたいなんで、また最新のリレーを入れてももっと綺麗に光るみたいなんですけど、これでも全然僕は十分気に入ってるんで、おすすめかなと思います。ちょっとお値段が結構高いんで、つけてる人はあまりいないんですけども、まあ他の人と差をつけられていいかなと思います。以上です。締めにそうですね、締め前の方がいいですか。これ切りますね、一回。こんな感じでいいですかね。はい、今回は、愛車紹介ということで、第2弾になるみたいで、こんな感じの愛車ですけど、見てくださってありがとうございます。一応70保存会代表をやらせてもらってまして、70ノアボクシー、で、やらさせてもらってるんですけども、チームっていう感じで最初思ってなかったんですけども、結構全国に40人ぐらいメンバーがいるんで、まあなんか軽いチームみたいな感じなんですけども、なってるんですけど、よそさんチーム入ってる方とかでも全然ステッカーさえ貼ってもらえればメンバーになれるんで、また気になったらカーチューンとか民からの方で声かけてもらったりだとか、
オフ会とかで見かけたら直接会っていただければ、またステッカーとかも制作して作れますんで、気になる方はどんどん声かけてください。まあまあちょっと紹介してないナビとかも結構オーディオ関係もまあまあ触ってるんで、で中にスロットルコントローラーとかも入れてまして、ピボットさんの、まあ、そんな感じでいろいろまあ、これからもちょっとずつ結構早いペースで触ってしまってるんで、まあ、ちょっとどこいじろうかなって迷ってるんですけども、まあまあまた現状維持は大化の始まりっていうんで、現状維持することなくちょっとずつ触っていきたいなと思います。マフラーの音を聞いてもらえたらと思います。一応かけた時結構低い音でボーンって感じでかかるんですけども、踏んだら結構スポーティーな音に変わるんで、こんな感じです。ワンオフ品なんで、まあまあどこのメーカーの音とも違ったちょっと音域が出せて、すごい気に入ってるマフラーです。エンドも、まあ、ちょっと見にくいんですけど、チタン風になってるんで、すごいスポーティーで、でまあ上に跳ね上がりつつ外向きに向いてるんで、でまあちょっとバンパーから 2,3 センチはみ出てる感じで、すごい気に入ってます。